どうもエルザです。それでは仁王2やっていきたいと思います。今回新しい夢二編ですね、夢路編ですね、やっていきたいと思います。まあ物語もね、なんかボスの名前も出てきたりとかして最後に向かってるなーっていう感じなんで、今回も頑張ってやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。風魔の霊道と平等院には大竹丸だけではなく、この国に災いをなしてきた数多くの新玉が眠っていると聞きますと、こう危険な場所に送り出さねばならぬと、心苦しい限りですが、くれぐれも気をつけてください。きっとスハヤ丸の力を取り戻す手がかりが見つかめるはず。半兵衛と共に待っています。さあ平等院やっていきましょう。こっちは行けないから特に気にしなくていい感じだね。さあまず拝んで気合い入れてやっていきますか。そうだね、こだまちゃんをできるだけ見つけながらしないと後々辛いんで。カゴないもんね。よし、やっていきましょう。お、ムミオちゃん。久しぶり。お互い死なずに済んだよね。確かにね。ここにあなたが来るって天界が教えてくれたわ。おお。あなたがいない間、藤吉郎の動きを探ってた。相変わらず藤吉郎は好き放題で。民を泣かしてばかり。利休も嘆いてたわ。無理難題ばかり押し付けられるって。それにしてもここ赤目がやけに多い。調べてみる価値がありそうね。そうだね。でそれにしてもここ特にっていう感じか。敵はいるね。おお、水流様、水神様だね。ああ、誰かが竜神様の像にいたずらを。いたずら？ああ、ないのか。これ取るとちょっと進行が変わるかもね。さて。あら、普通にかわされた。さあどうする？意外とね、大変なんだよね、こいつ。よし。130。これは欲しい。けど。さあ、ゲッチュ。さあ、下道兵が行った。ああ、君がいるのね。いた。危ない危ない。突っ込まなくてよかった。ねえ。さあ、130、ちょっと拝みに行きますか。これはちょっと欲しいな。いてっ。よし、これで決まった。いいね、130でしょ。いいの持ってない。思ったより低いぞ。いや今ね120とか持ってるのよ。100、その数値はちょっと少なすぎるな。
いくらなんでもね。危ね。当たんねえな、意外と。当たんねえな。意外と。いやー、防御たっけえな。あの構えしてるときはね。おお。さあ、お怒り。やべやべ。ちょっと待った。吸収させてくれ。危ない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 。危なかったね。こっちは大立ち。さあ、お御用術をあげたいんでね。あ、しまいだ。あ、紫きたね。おー、上がるかって感じか。取っておこう。金吾か。あー、下がるか。まあまあ、でもそれなりに強いね。108。あ、いたいたいた。さあ、帰れ帰れ。んで、でけえのいたなあ今。いたね、さらにでかいのいたね。やってか。いやー、妖怪もそれなりにガードが硬いね。さあ、恐怖に凍りついてもらわんとね。こっちはなし、アイテムだけ。すげえ宝があるっていう話だが、どこにもあるって。ないでしょ、こんなところには。さあ、進む。食った。あら、意外とゲームが下手っぴちゃんですね。やばい。さあ、特にアイテムは出ない。この奥かな ?124。しまった。どこ、あぶな。はい。一発じゃない。さあ、124か。カラスティ叩こう。
はい、終わり。金吾が多いね、大立ちね。さ、122、121。ロックかけて、金吾。まあまあまあ。下道兵。止まったね。来るかな？来い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 。よし。で、次は？すっごい出てきそうな雰囲気あるけど。あら、取り切れてない。危ない危ない危ない。取って。104。108。あー、カラステングたちがいたのね。まあ、こっちだね。先に。さて、どう動く？痛い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 。はあ、当たってない。楽に。まず来てもらって。さあさあ、来い来い。いやー、吸い込まれたのは痛かったな。こっちで行くか。いけいけいけ。よし。いやー、マガツムシャ強えなー、マジで。お、あれだね。の前に、前に、その前に、先に、通せるようにしておいて、これでね、だいぶ楽になるんで。ここでやられたらね、何の意味もないからね。さあ。徐々に回復する感じなんだね。で、いないかな。やっぱ落ちるよね、そこね。お、玉ゲッチュ。あ、上か。
あ、危な。開く。開かないね。すぐにその砲撃を戻されよ。あー、危な。なんということ。逃げるぜ。さて。よし、押さえた。はい、終わり。いいね、いいね。いいね、いいね。ちょっと当たりが悪かったけど。くえ、よりによってお前か。いやー、濡れ女はつらいんだよな。すげえなあ、やっぱ。いや、やっぱ出てくるとゾッとするもんね、濡れ女に関しては。お、いた。よし。なんか一箇所中に入れたような気がしたんだけど。お。重いんだよな。そうだね。そんなに落とすか。あ、十字槍の方だったな。まあいいや。さあ、何が来るかな。さあ、火縄銃。あー、ちょっと弱い。ちょっと弱いっていうか、銃がね、130超えてるんだよね。まあ、それはしゃあないな。反対側か。はい、すねこすり。まあ、反対側もいけるんだろうけど。厄介なね、どんどんと音がしてたから嫌な感じはするんだけどね。早かしが次々と鬼を引いたと。やっぱし、あの伝説の侍がいれば。回復ショコ怖いんだよな。一気に持ってかれるからさ、いまだにやっぱあいつと戦うときは不安でしかない。よし、これでこっちか。でもこんなに倒してるけどまだ出てくるんだよな。こっち。はい、どうぞ。
まさかついてこないの？あ、すげえ、めっちゃ水が引いてる。え、どっから？あの穴降りれるのかな。ちょっと行ってみよう。あ、の前にどうせ出てくるなら、ヤシロヤシロヤシロさん、あったあったあった。あ、意外と先にヤシロあるかな。あ、いいか、これぐらいあれば十分でしょう。音楽も急に盛大になったね。開けられない。あ、降りれる。しかも常闇っていうね。あ、ラクベイ。ダメ。どうしよっかな、妖怪技使うか。そりゃ痛い。晴れた。まあ、晴らすだけ晴らしとくとね。墜落ダメージなくても。なかったら多分生きてたなぁ、あの感じはね。あら、取れてない。さあ、上登って。で、こっち側。あ、お宝があるね。あっち側行きたいけど、こっちからじゃ行けない。この道はやばい、落ちるね。助かる、それだと。で、おお、外ぐる。ぐるって感じか。よし。いやー、スライム系にはほんと強い。どっちだろう。そうそう、来てくれるとありがたい。よし。あら、上か。意外とね、あれ壊すの大変なんだよね。危ない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 。てめえらやっぱ卑怯だ。痛い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 って危な。なんだ、どっから飛んできた今の。いたね。ああ、それはもったいない。こっちだな。よし。来ないの？
さあ矢をゲット。こいつ以外はいないと。よしよしよし。でこっちは降りれるけど、いましたね、いましたね、嫌なやついましたね。あーしくったボタン、なんでかな、ちょいちょい変わってしまってるんだよな。ちょっとショートカット見つけたんで、ショートカットだけ先にしとこうかな。あとあとちょっと必要になりそうなんで。はい、発動しない。ん？なんで？あー、そういうことか。はいはい。はい、より。あー、霊力が切れてる。なぜだ。さあ、戻ってきたぞ。さあさあ、こいこい、大技。まったく手間かけさせやがってあんにゃろ。さあ貫通。さあ戻って、ちょっと待ってー、やばいやばい、強すぎしかも徐々に回復していくっていう状況だったね。いてぇ、君は仕留めとかないと。うーん、やっと。ほんと強えな。てか回復するのが辛いね。ちょっとずつね。あれが地味に効くんだよね。地味に、
全然減らねえじゃねえか。いやーマジで。はい、玉月中結局だね。で、オリオ。やっぱ火力だな。おお、なんだここ。さあ、玉をはめ込む。すげえ。なら詳しいじゃろ。伊達に年は取っておらんだろうからんの。で？年寄りに年寄り呼ばわりされるとはの。ここに封印されしは、かつて日の本を恐怖に陥れたあやかしばかり。この国の平穏を喜ばぬ輩が目をつけたのかもしれません。まあやっぱちょっと厄介な場所ではあるってことだね。あ、小物がつけてない。道理で。そしたら。こんな感じで。いやーマジでレベル1上げ損ねたな。鉄砲じゃなくてね、弓が欲しいのよね。十分力足りてるからね。さあ拝んで、どうせややこしいんだろうな。なんかいるね。さて、君か、よりによって。ああ、終わった。強えなー。いや、ほんと強え。痛い。なんで入ってない？マジか。いやー意外とね、カウンターが入ってない時かなりきついね。痛い。そこまで必要に当ててくるか。で、降りたらっていうやつだね。いないよね。おお、どうせいるんでしょ？どうせ隠れてるんでしょ？お、いない。これ、形、変わらなかったね。で、こっちは？
なんかやべえ音がするな。あ、これはいいんだ。くはー、マジかい。あ、古典的なのに引っかかってしまった。どうだ。よし、全力でいかんとね。さあ返して106。うーん、でどっから。上だね。あ、ずれた。で、そのでかいのを、よし、これで OK。 意外とね、自分よりレベルがちょっと高めの人たちがやられてるからね。それがなんかいるね。いないね。いや、結構上から来るね。なんかいたね。なんかいたね。あれ嫌だな。上登ろう。いや、絶対いるでしょ。いないわけがないよね、ここの中ね。意外と出なかった。さて、こっち来てもらって、やば。痛いねー。これでまだ終わんねえ。なんか引っかかってくれたから助かったな。あぶねえ。さあ竜玉ゲッチュー。
なんかな、なんか嫌な音がするな。ぬるぬるってなんか音がしたな。確かこの下。やつがいた場所だった気がするんだよな。おうの、それはちょっと、それはちょっと、よし、いける、よーし、いけた、あぶねえ、やっぱ強えな。これ開ける場所ではないと。ほう。ん？ちょっと待った。今の音は？まずはご挨拶から。おー、ご挨拶したり一発だったね。ありがたや。ありがたや。上から行けたのか。ほう。で、降りれたってわけだね。よし。とりあえずあそこに戻りたい。さあ、一つ。ガブリ、ちょっと。さあ、さらに水位が下がっていく。あ、でもだいぶ下まで見えるようになったね。すねこすり。叫ばない。よし。よし、ラッキー。あー、逆にこの人はここで落ちたってわけか。130、それは欲しい。お？あ、へえ、そういうのがあるのか。危ない。ちょっと回復したいんだよね。よし、いけた。おお。あ、だいぶ忍術系を使ってくる人だねえ。ああ、楽園さあ、とっこやみんとこちょっと発見したんで、こちらの方、ちょっと、見ていこっかな。あとは、そうだね。なんかいたね。いやー、こいつっていうのがやべえよな。いていていて。またボタンが変わってる。なんか落命した時にね、ボタンが勝手に変わってる感じなんだよね、配置がね。
それでちょっとなんかね操作ミスがすっごい起きてるんで、さっきから落命した後が一番辛いって。これでショートカットと、普通に落ちた方が早かったっていうね。おお、燃やすボットね。ほい、これも OK。 もうね、何十万なくしただろうね。多分カットしてるんだろうなーと思うんだけどさ、なくなったっていうか、失ったものの方がでかいっていうね。いや。さて、回復しながら。まあ、仁王はね、何回も繰り返してっていう感じだからね。気力は上がるか。重いか。さて、どうやって戻ろっかなっていうところだよね。こっからぐるーって回って、さらにぐるーって回って、さあ降りる。あー、このためにここはつながってたんだね。もう一個上か。いや、こっちは正解か。多分まっすぐ抜けれるようになってるんで。スライム怖っ。108 119、ちょっと戦っておこう。ちょっと待ってね。なんかスライムがいたような気がしたが、上がったねー。これでけえなー。まあね、あげれるものは何もない。いや、レベル今回1万上げてないのよ。いいタイミングで全部失うからね。切ないよね。よし、準備完了。ダッシュで走り抜けて、で、そこも走り抜けていけば OK と。まず、で、蘇る。また戦闘中で OK。なんかいる。陰陽師？お、陶器城じゃん。いたとはな。しかし、いいところに来た。
やばそうなの来るかな。え、キュービー。酒飲んでるし、金棒だし。酒臭かったんだね。いやー、なんか出たー。おー、引いたね。おう、うぃー、マジか。壁壁壁壁壁壁。おお、狭いなにしても。ボスの大きさの割にね。やばいやばいやばい。敵ってレベルじゃねえよ。どう。なんか自分で攻撃食らってたね今ね。ほう、あとちょい行っていけそうだったけど、やばい、やばそうですな、やばそうですな。だいぶお酒入ってますね。いや、適量、お酒は適量が大事よ。やべそう。いや、やばい、攻撃が読めませんな。お、そういう感じ。よし、回復させてほしいところだ。痛い。神。これ結構辛いな、その髪は。さて、いやー、つえーぞ。あ、やべ、燃えてる。いけない、それはいけない。
あ、無理玉溜まってねえしな。やべやべ、おお、ぶねえ、回復。さあどう来る。怖っ。いやー、できれば酔いが冷めてほしい。今の回復手段は妖怪技しかないからな。おお、まだ来る、まだ来る。やべえ、もう倒れていいっすよ。そんなに飲んでたらもう倒れていただいて。きた、いけそうだったけど、やべやべ、あと一発。さあ戦おう。さあそれを割って、うう、熱い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 。さあどう来る。千はきつい。さて来い来い。いい攻撃するね、ほんと。さてどう来る。離れろー、よってなどおらぬわーって言ってたんだね。そう、ちょっと燃やしてもらいながら、
よし、来た。飲み足りんか。さあ、まだ会場はできてない。回復はえぐいけどね。あ、今のダメだったか。さあ、火がやばいよね。で、回復。さあ、来い来い。さて、いや、範囲ひど。もうちょい。近いといい感じだね。ここで。早い、まだ早い、まだその1回は早い。ふう、くう、やば。ギリ当たってないんだよな、さっきから。さあ、ちょっと使わせろ。さあ、これでどう。よっしゃー、決まった。飲み足りた。いや、さすがに2回目で倒したかったな、今回は。1回も惜しかったねー。百鬼夜行かな。そうよ、我が気持ちようなっているというのに気に食わん。さあ、ちょっと手に入ったものを見ますか。ちょっと下がるがレベルは上がると。いやー、あー、わっぱねー。これが手に入ったやつだね。侍大将。あ、これ面白いね。足は結果上がると。いやー、大変。じゃあクリアといきますか。いやー、なんだろう、面が難しかった分、ボスなんとかっていう感じだったね。ミッション達成。
あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。さあクリアです。風魔の霊道ということで、地下の絵画で見たのが私たち祖林に伝わるあやかしを滅ぼす刀ね。刀の復活には私たちの絵じゃないか、なんだったっけ、まあいいや、まあ小刀が合わせる必要があるってことだね。天下人にまた一歩近づいたわ。急ぎましょう。さあわっぱどんな感じ、燃やす感じか。あロックしとこう、レベル高いしね。藤吉郎はついに天下人へ上り、さらに多くの流血を生んでいます。無名殿の言うあやかしを滅ぼす刀、取り戻すには大量の霊石がいるとか。霊石を用いるは拙僧の案ずる道ではありますが、毒は毒をもって制すしかありますまい。藤吉郎の本拠京今日の聚楽台は霊石を集めて建てた城、打って出る時が参りましたな。さあ敵陣を攻める時が来たね。ここで藤吉郎に会うのか、それともちょっとねもう一体あやかしが飛んでいってたんで、そこはちょっと気になるんだけどね。さあということで、今回はここまでです。つらい。いや、レベルが一番上げれなかったからね、ちょっと次回気をつけながらやっていこうかなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。いやー、辛かった。はい。ということでまた次回お会いしましょう。そんじゃ、またな。